轟さん、ずっと前から好きでした。お前はいつも店に来てる。ちょっと、何勝手なことしてるのよ。え？私はあんたのためを思ってやってるのよ。ねねねね。なんで同じ顔のガキが二人もいるんだ。そっくりな双子姉妹に告白されたらどうなるのか。俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭だ。今日はいつも通りタピオカ屋の売上金を取りに来たんだが。轟さん。うん、誰だ。あの、私、轟さんのこと前からずっと気になってて。こいつは確か常連客の子供か。好きです、付き合ってください。はぁ、何言ってんだ。私じゃあダメですか。ダメも何も、お前まだ小学生だろ。俺でさえありがや告白できてねえのに、最近の子供はこんなに混ぜてんのか。ちょっと、何勝手なことしてんのよ。え、私に黙って轟さんに会いに行くなんてありえない。ね、目の前に同じ顔が二人。私はあんたのためを思ってやってんの。感謝してほしいくらいよ。はぁ、ふざけたこと言わないで。なんでいつも私の邪魔ばかりするの。ちょっと待て。俺の目がおかしくなっちまったのか。ああ、私たち双子なんです。そっくりな双子。好きな人ができたって言うから見に来たけど、何よ、大したことないじゃない。大したことないだと。そんなことない。轟さんは素敵な人だよ。いつもレジのところでニコニコしながらお手伝いしてるもの。絶対いい人だよ。それは俺がレジの金を数えているところだな。でもさっきはお店にいた赤ちゃんに怖い顔をして泣かせてたわよ。それはサービスで笑いかけただけだ。泣かれたか。お姉ちゃんに轟さんの何がわかんのよ。じゃああんたは何を知ってるって言うのよ。おい、喧嘩はよせ。そんなことよりお前たちは、あれ、どっちが姉でどっちが妹の方だ。ほら、この人も私たちのこと見分けられてないじゃない。それはこうやってお話しするのは初めてなんだから当たり前じゃん。でも付き合う人は私たち二人の区別がつく人じゃないとダメって言ってたでしょ。そうだけど。そもそもお前たちを見分けられる人間なんているのか。ほとんどいないわね。両親も私たちのことをたまに間違えるくらいですから。だから結婚する相手は絶対に私たちを見分けられる人にしようねって約束したのよ。それなのに。轟さんだって見分けられるようになるわよ。これから毎日顔を合わせれば。おいおい、毎日来る気か。それから双子はしょっちゅう俺の店や事務所の近辺に顔を出すようになった。最初は見分けなんてちっともつかなかったが、話してみると全然性格も話し方も違う。轟さん。あれは妹のふりした姉だな。ちょっと、また私のふりして轟さんに近づこうとして。バレたか。轟さん、またあの女の子来てますよ。妹の方か、それとも生意気な姉の方か。いや、俺の目ではどっちがどっちなんだかさっぱりで。轟さん、今日はお家からケーキ持ってきました。妹の方だな。なんで声だけでわかるんですか。なんでって、全然声が違うじゃねえか。どこが違うんだ。おい、ケーキ食べたら家に帰るんだぞ。ここは遊び場じゃねえんだ。はい。気をつけて帰れよ。それと、姉に妹のふりしていたずらをするなと伝えておけ。わかりました。また明日来ますね。明日も来るのか。はい。いたずら。今日もあいつにいたずらしちゃおうっと。こんにちは、お菓子の差し入れ持ってきました。お、妹さんやんか。いつも差し入れありがとうな。いえいえ、妹のふりなんて簡単。みんなすぐ騙されるんだから。あいつにはわさび入りのチョコあげちゃおうっと。ああ、轟さん。ああ、来てたのか。チョコの差し入れです。よかったらどうぞ。ん、お前、姉の方だろ。え、なんでってことはチョコの中に何か入ってるな。ん、わさびか。ちょっと、なんで私だってわかったのよ。なんでって、お前ら顔も声も性格も全然違うじゃねえか。え、最初は全然わかんなかったけどな。さすがにこう毎日来られちゃ区別がつくようにならん。そんなわけ。妹は真っ先に俺にお菓子を持ってくるけど、お前は周りに気を使ってまず部下たちに差し入れをやるだろう。その時点で姉の方だってすぐわかったよ。この人、私たちのことちゃんと見てる。そこまでよ。
ありがや。こいつはありがやゆき。いつも俺の前に現れる女刑事だ。こんな子供を連れ込むなんて一体何のつもり？これはこいつが勝手に。言い訳なら書で聞かせてもらうわ。待て、俺は何もしてないだろ。この状況でまだ言い逃れするつもり？この女、毎度毎度好き勝手言って乗り込んできやがって。すっげー、ありがいが来てくれるならケーキでもチョコでもいくらでも用意して待っていたぜ。むしろ毎日でも来てくれ。この女の人、トドロキさんと仲良しなのね。もしかしてこの人もトドロキさんのことが好きなの？あ、お姉ちゃん、また邪魔しに来たの？し、ちょっと来て。何？あのありがやって人、トドロキさんのこと好きなんだと思う。確かにいつも一緒にいるもんね。じゃあライバルだね、私たちの。え、私たち？双子のピンチ。今日は二人でトドロキさんのことを驚かせちゃおう。びっくりするだろうな。お嬢さんたち。え？かわいいね。こんな夜遅くに外で歩いちゃ危ないよ。おじさんがお家まで送ってあげようか。いいです。遠慮しないでよ。それともおじさんと一緒に遊ぶ？おもちゃがたくさんあるよ。あとは着替えも。やだ、もうお家帰ろう。待ってよ、一緒に遊ぼうよ。キャー、助けて、トドロキさん。なんだお前は。え、もしかしてトドロキさん？二人とも怪我はない？ありがやさん、なんでここに？最近変質者が多いから心配してたのよ。でも二人が無事でよかったわ。え、ちょくそ。おとなしくしなさい、署まで連行します。なんかありがやさんってかっこいい。翌日。あ、ありがやさんだ。あら、あなたたちは双子の。私にも武術教えてください。私もちょっと、私の方が先なんだからね。何よ、有賀屋さんはお姉ちゃんのものじゃないのよ。ほら、喧嘩しないで、順番に教えてあげるから。はーい、有賀屋さん大好き。この子たちみたいに、私も素直に気持ちが伝えられたらな。大好きって、いつの間にあんなに有賀屋に懐いたんだ。俺の方がずっと前から有賀屋のことが好きなのに。トドロキさん、俺は一生トドロキさんについていくので安心してください。あぶえ、そういうことじゃないんだ。双子に懐かれたも好きのネゴは言えない。女刑事とヤクザであった。チャンネル登録と高評価してくれたら。好き？俺からも頼む。有賀屋のためだと思ってな。